はい、皆さんこんにちは。いよいよ第9回質問コーナーに入ります。今日は、矢野会長と葛城奈美さんに来ていただきました。お二方の収録の後、この質問コーナーの中でいろんなことを、まあ、皆さんにお聞き来たテーマをですね、お話し聞いていこうと思いますので、よろしくお願いします。まず最初矢野さんに、ご質問ですが、はい、海上自衛隊を選んだのはどうしてでしょうか。私は泳げなかったから受験したんですけど。あ、そうですか。まあ私は別に泳げたんですけども、海上自衛隊を選んだ理由はですね、やっぱり日本の紙面は海だということと、それからやはり日本が生存するためには、海から物が入ってこないと、もう完全に、政権を出すの権を握られてしまうということで、やはり最も重要な、海上交通路を確保するという意味からですね、海上自衛隊の将来性が高いんではないかというふうに考えて海上自衛隊を選びました。そもそも使命感が非常に高いですね。いやいや、そういう話じゃないんですけど。大森も四国の愛媛県、ね、そうですね、はい、もともと私のおじいさんが商船大、高等商船を卒業しまして、海軍の予備役だった、注意だったということもありましてですね、もう親戚の間からは防衛大学校に行くんだと、当然海に行くんだろうなというような感じもあったことも事実です。はい、なるほど。で、今海上自衛隊非常に陸海軍に比べて希望者が少ないというふうに聞いてますけど、はい、実際はどういう状況なんですか。ですね、高くないというのは間違いないです。はい、やはり海というですね、我々も陸上生物になっておりますので、海というちょっと次元の違うところで生きるというのはですね、今の若い人にとっては非常にプレッシャーになるということは間違いないと思います。まあ、海上自衛隊海と言いますが、実際船に乗って勤務しているものはそれほど長い間勤務しているわけではありませんし、それから航空部隊だとか、陸上の部隊もありますので、全てが海で行動しているわけではないと。まあ、私の出身部隊のですね、潜水艦部隊はさすがにその海の中に潜りますので、ですね、これはもう完全に外界との連絡が断たれると。いう意味ではですね、今の若い人にとっても携帯が使えないということになれば相当きついだろうなという感じはします。そうですか。はい、今テレビで鉄八君とか以前、はい、空飛ぶ候補室とか、はい、陸と空がやりましたけど、海はまだやってないんですかね。そうですね、そういう意味では意識が低いのかもしれないそうですか。ただですね、私考えるんですけど、いろんな手段を各自衛隊は尽くしてるのは間違いないんです、募集に。はい、もともと予定された人員に対して来る人員が少ないんですから、募集に非常に努力しているというのは間違いないところだと思います。ただそれでも来ないというのはですね、やっぱり国家の政策かどっかおかしいんだと思います。はい、ご承知の通り自衛官は特別職務公務員ですので、やはり給与体系は違うわけですから、そこら辺りをきちんと国が考慮しないとですね、いくら声を枯らしてもその民間の給料が上がれば極端に募集率が落ちるというのは間違いない事実ですので、うん、はい、私陸から言うと海はいい、給料いいなというふうな感じはしてますけどね。いや、そんなことはないですよ。決して高くはないと思ってます。はい、実は昨日樋口欽一郎の銅像の除幕式に勝谷さんと言ってきたんですが、海上自衛隊で軍人の像っていうのはあるんですか。あ、もちろんございます。はい、東部平八郎とか、各学校とかですね、東郷平八郎、特に第一塾科学校は東郷平八郎だとか、広瀬武雄だとか、確か資料館の中にあったんですか。それから山本五十六の銅像がどっかで見つかったとか話も聞き及んではおります。あ、実は私イラン・イラク戦争の時に外務省に出向してですね、ウォッチングしたんですけども、その時にどちらかというと陸海空の、まあ、領域の中での自衛隊って情報活動と思ってたんですが、海上自衛隊はそのオイルロードも全部情報収集して、すごいなと思ったんですけども、やっぱり先ほど言った物資の運ばれるシーレーンというのは大体情報収集しておられるということ。作戦対象になるようなところは、うん、ちゃんと情報収集します。今は衛星もありますしですね、それからあと
自衛艦隊令下にも、うん、作戦情報群というのがありまして、ここが情報を収集して、オペレーションに必要な情報を分析して提供するという任務を負っております。仮にあのホルムズ海峡で何かあった時には着陸区域じゃないですけど、自衛隊の場合はそういった時のシーレーンの防衛というのはどういうふうにしたんですかね。もちろんですね、あの自衛隊だけの情報能力では限りがありますので、あの米軍と協力して、はい、あの情報も収集しておりますし、あのまあ米軍は世界規模であの情報は収集してますので、我々よりはるかにあの、強力な情報も持っています。あの視聴者の方からですね、米軍、先ほどの米軍の情報量が違うとかいろんな意味で、あの自衛隊が米軍の傘下にいるのかという質問があったんですが、その辺はどうでしょうか。傘下にいるというわけではないんですが、おのおの独立してあの運用するということが基本にはなっています、はいはいはい、で共同調整メカニズムというのが、うん、あのアメリカと日本の間では結ばれておりまして、うん、これによってあの何かあった時は共同指揮所なりを設けて、うん、作戦をするということになっております、うん、で確かですね、東爆デレベルでは共同運用調整所というのを作って、うんうんうん、あの日米の意思を疎通させます、うんうん、また各自も各自衛隊もですね、うんうん、共同調整所というものを作るようになっております、うんうんうん、そこでお互いに、情報を交換したり、意見を交換しながら作戦をしていくというのが建前にはなっているんですが、建前、はい、あのやはりさっき言って持ってる情報もツールも違うわけですよね。だからそのこの目標を例えば、うん、追跡して追尾してくれと言われたってですね、うん、自衛隊にはそのツールがなければ、それから米軍しかその目標をターゲッティングといいますか特定できる能力がなければ、うん、それはもうあの米軍の指示してくれた目標に対して海上自衛隊も一緒になって、うん、ミサイルを撃ち込むとかですね、そういうことをせざるを得ないわけです、うんうん、そうするとそのツールを持ってないんですから米軍のある一定の意思のもとに動くということはあり得るというふうに考えております。よくわかりました、はい、それで今あのミサイル防衛が非常に話題になっているところで、あの、はい、河野元防衛大臣がですね、はい、イージス・アショアの配備をもうやめたって言って、その後の代案があるのか皆さん心配しておられるんですが、その辺はどうでしょうか。まあ、あのやめた理由が理由でですね、よくこんな理由考えたなと思うような理由で、あの、まあ、ロケットの発射したミサイルのブースターが基地内に落ちることが保証できないっていうんですね、専守防衛で国内で戦うことが義務付けられてる自衛隊が、うん、撃った弾は全部国内に落ちてきますよ撃ち落とした飛行機だってミサイルだって撃ってきますよ。それでブースターが落ちるのがなぜそのやめなきゃならないんだと、で陸上に365日展開できるというメリットを捨てなきゃならないのかというのが一つあります、うん、ともう一つは代案というのがですね、今回 あの、予算のところで事項要求と、うん、予算の額の上限を決めずにですね、うん、事項要求ということになっておりますが、うん、大型イージス艦と、うん、大型イージス搭載艦ですかね、うん、というのが出てきました、うん、海上自衛隊にね、はい、なんかたまりませんよ。大型の定員がつけられてるわけでもないしですね。それで、2万トンの船でしょ。そうですね。で、その他の防御機能がないわけです。あの飛行機とか、ミサイルに対しては対処機能がありますが、潜水艦とかそういうものに対しても対処機能がない。しかも人員を 100名程度でこれを動かせる。総費用が4000億。どういうこの考えでこれが使われてるんだろうと。でもう一つは、スパイ7というレーダーを積むんですが、これが大きいから必然的に、船体も大きくなるって言うんですけども、今海上自衛隊が持ってるスパイ1というレーダーは、うん、レイセブンという会社が作ってます。で新しいあのスパイ7というのはこれロッキードマーチンが作ってるんですよ。全然システムが違うわけですよ。教育だって全く違うし、部品の互換性だってない。で、海上自衛隊の輸出艦は1隻、7700トンですけども、1500億でできるわけですよ。で、今のアメリカの輸出艦はスパイ6というおそらく冷戦系列のレーダー入れてくるだろうと。そうすると、なんでこれにしてくれないのかなと、同じやるにしてもですね、一回約束して お金を使ったからというのは分かるんですが、もうちょっとそのあたりの、その何ですかね、国家の防衛にどうやったら資するんだと
いうことを真剣に考えて、その解決策を求めてもらいたいなというのが、まあ、私を含めて、ほとんどの海上自衛官が考えていることじゃないかなというふうに考えます。私も、まあ、自衛隊にて思うんですけども、いわゆる防衛を知らない政治家と、さらに知らない内局と、その人が権限を握って本当に知っている自衛隊の声を聞かないという、この構造がね、私は本当に日本の防衛を弱めていますよね。今の話一つ聞いてます。例えば防衛予算が2倍になってもですね、無駄をやってりゃ、どん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 防衛力は戦力が遅れていくわけですよ。ですからちゃんと国家として戦略を立て、そして防衛戦略を立て、その戦略に沿ってですね、効率的に予算をそこに集中投資していかないと、私は防衛予算を2倍にしたからといって即防衛力が2倍になるとは考えないんです。実はね、この自衛隊シリーズの狙いはですね、こういった声をこう皆さんに知っていただいてね、こういう実情なんだよということを皆さんに知ってもらって、皆さんの方から政治家の地元の政治家に突き上げてもらう、こういう意図があってやってますので、今日はありがとうございます。ありがとうございます。それと、実は民間が今、まあ、いろんなスパイ防止法がないために技術情報がどんどん流出して、防衛情報も入手しているという話がありますけども、これは防衛省にとってこれウォッチングできる話なんでしょうか。ですね、ウォッチングしてるところもありますし、ウォッチングしてないところもあると思います。おそらくさっきも言われました通り、スパイ防止法がないために日本はスパイ天国だと言われてます。でかなりの情報が筒抜けで漏れてると私は思ってます。はい、これはもうアメリカ軍も自分が渡す情報については他に渡しちゃいけないという、これ特定防衛秘密というのがあるんですよ。これの協定をちゃんと結んでからアメリカ軍からもらってるわけですよ。でその裏でですね、日本の防衛産業が開発した情報が、どんどん漏れているようでは、これは同盟関係のですね、信頼にも問題になるわけですよね。だからもう日本には高度の防衛、秘密は渡さないというようなことになってしまったら大変なことになりますので、こういうところは本当に早急に対処していかなければ、これから先きちんとした防衛力の整備ができない。私は実は講演会でずっとスパイ防止の署名活動やってるんですけども、はい、いずれはその署名を、まあ、しっかりした政治家の方にお渡ししようと思うんですが、まあ、こういう我々の地道な積み上げもこれ大事だと思っているので、皆さんまた協力よろしくお願いしたいと思います。それでは最後に海上自衛隊のいわゆる課題一体は何だと。ですね、まあ、ウクライナの戦争でも分かるとおり、近代戦というのが無人機だとかですね、それからスタンドオフミサイルというものの応酬に変わってきているということでですね、これはアメリカ、まあ、同盟国ですからと一緒になって対応していかなければならないわけですね。で今後ですね、海上自衛隊にとってはそういうふうに今まで自衛隊は主として盾の役割だと、でアメリカが攻撃を行うんだと言ってきたんですが、それが崩れてきてるわけですよ。日本も槍を持たなければならないというふうな時代になってきてるんです。でアメリカの考える槍を持った作戦に、協力できるように海上自衛隊も変わっていかなければならない。基本的には分散と集中、分散した兵力を兵力からあそこのあるターゲッティングされて一点に対して攻撃を加えることができるようなんですね。そういうような能力をどんどん開発していかなければならないというふうに考えています。もうはっきり言って今まで、我が国はろくな防衛努力をやってこなかったわけですから、凄まじい課題が今の現役の自衛官にはのしかかってきているというふうに考えます。ぜひ矢野さんは潜水艦のね、艦長さんでいらっしゃったので、潜水艦という視点でいうとやっぱり潜水艦が必要なんですよ。まあそうですね、間違いなく潜水艦です。先般北朝鮮が弾道ミサイル撃ちましたが、彼らは原子力潜水艦持つって言ってるんですよね。原子力潜水艦からミサイル撃つって言ってるわけですよ。でウクライナ戦争でミサイル撃ち込まれてますよね、ウクライナが。あれは潜水艦から発射したミサイルも撃ち込まれてるわけです。ウクライナは潜水艦に対応する能力がないわけです。そうすると一方的にミサイルを撃ち込まれるわけですよ。さっき予備自衛官の話もありましたが、海上自衛隊があまり予備自衛官に熱心でないのは、
高度な技量を持った軍隊というのは、その週に5日ぐらいの訓練ではとても、うん、はい、それは対応できないわけですあのこれ蔑視してるわけじゃないですが、あの携帯ミサイルとか携帯ミサイルを与えられたある程度戦力が発揮できる陸上要員と違って、うん、日進月歩の近代的な技術を扱っていく軍隊というのはそんなに簡単に予備だって、育てられないわけです。やっぱり海軍には海軍で対応するしかないというのが原則ですので、あのそれを考えるとですね、敵の威力圏深く、入っていて敵の原子力潜水艦を含む潜水艦勢力を排除するということになるとですね、これ必然的に原子力潜水艦しかない。もう一つは潜水艦からも対地攻撃対艦攻撃能力を増強させるんでしょ、うん、UUV のオペレーション能力を増強させるんでしょ、うん、船体は大型化することは間違いないんですよ、うん、そうするとですね、電池の推進力ではどうにもならないんです、うん、で今の電池潜水艦というのは限られた電池の乏しい電池能力を武器と推進力に分けてるわけです、うん、で双方ともこのバーター妥協点で性能が決まってるわけです、うん、ところが原子力潜水艦というのは豊富な電力を持ってますので、双方に十分な電力供給できるわけです。ですから凄まじい能力を持ってるわけですよね。特にですね、ソナ、これはただ聞いてるだけだから皆さんそんな大して電力も食ってないだろうと思いますけども、アレイを並べてこれを電子的に位相差を整合させてビームを出してるわけです。ものすごい電力を食うんです。ですから電力が使える原子力潜水艦というのは相手の潜水艦を探知できる能力も格段に優れているわけです。でもう一つは言わせていただければ、雑音対策も優れているんです。船体を大きくできますからいくらでも雑音対策を施すことができるわけです。なるほど。そうするとみんな原子力潜水艦は音が大きいと言ってますが、そんなことはない。もう最新の原子力潜水艦は我々が補充している通常動力潜水艦ははるかに静粛な潜水艦が生まれてきている、うん、これに対抗するためには原子力潜水艦しかないんですよ、うん、もう通常動力潜水艦では限界なんです、うん、で我々の国家の中には原子力なんていうとタブーですから、すなわち持ちたくない一心でお金がかかるだろうと言って持ちたくないんですが、まず自衛官として金の問題先に考えるなんておかしいだろうと、うん、これが戦術的戦略上どういう役割でいるのかいらないのかと、うん、それからお金を考えて、うん、我が国の財政事情に鑑みて無理なら諦めざるを得ないだろう、うん、しかしながら無理じゃないんですよ。防衛費を5年で5倍に2倍にするって言ってるわけですよね。5兆円増えるわけですよ。まあ私の概算ですけども1兆円はさっき言った募集のための人件費だとか、それから福利厚生にこれ使わなきゃならない。1兆円借金返す。もう1兆円は、宇宙サイバー電磁波、それからそれの研究開発、これに投入しなきゃならない。すると陸海空が使えるのに2兆円、海空優先って言ってるんだから少なくとも海空が使えるお金は7000億円、今の現状にプラスですからね。原子力潜水艦1隻3000億円、2年に1回作るとして、1年に1500億。で、作る年は、通常動力潜水艦作らないから、それから700億、300億。それから、原子炉の開発、それから、造船所や基地の拡張、これに約3000億。そう考えると、これ5年間で出すとなると、1年間に2000億から2500億出せば、十分作れるんですよ。私は今コロナ対策でね、年度77兆円使ってるんですよね。それはワクチンを含めてですね、本当に効かないワクチンのために77兆円つけるんだったら本当に防衛力回してほしいと、そういう価値観の転換をね、ぜひやっていただきたいですよね。もう省にならないところには金を回しておきたいというのが、そういうことなんですよね。見えてますが、こんなことやってたら大変なことになるというのはもう考えておかなければ、ウクライナの示す通りです。
すごい説得力がありました。はい、それじゃあの桂木さんの方にご質問があります。はい。予備自衛官にはどうしてなられたんですかっていう。ですね、その前に防衛省の一概大ツアーの案内人をやってまして、でなんかこうマニュアルを暗記して喋るという自分のこう喋りにすごいだんだん悶々としてきまして、なんて薄っぺらい言葉喋ってんだろう私はと思った時に、公募の予備自衛官制度が始まるよって聞いたもんですから、あ、これになれば五感を通じて体感したことを言葉にできると思って、直接的にはそこですね。でもそもそもその一概大ツアーの案内人になったのは、もともとアンチ自衛隊だった私がいろいろあって変わったのでかつての自分のような人と自衛隊の架け橋になりたいなと思ったことがきっかけでした。まさにこの架け橋といえば、先森と歩む会をね、はい、作られた、この動機もやっぱりそれにあるんですか。いや実はね、私が作った会じゃないんですよ、この先森タイム会。今その前からできてたやっていただいてるんですけども、もともと先森を励ます会という名前で存在してまして、会長は不在いなかったんですね。あ、そうなんですか。でそこで何代か前の事務局長さんに声をかけられて会長になってくださいと言われたことがきっかけで会の存在を知り、引き受けさせていただいたんですけども、まずね、その先森を励ます会っていう名前が良くないなと思ったんですよ。なんか励ますっていうのは強い人が弱い人もなんかこう頑張れよってやってるみたいで逆じゃないのと思ってですね、違うと思って、一緒に歩む会の方がいいなと思って改名させていただき、でそうですね、今はここに矢野さんと並んで写真をつけていますけれども矢野さんに理事長を引き受けいただいてやらせていただいております。まあ基本的な趣旨としてはやっぱり今でこそ自衛隊の評価って世間的に高いんですけれども、その割に実態を皆さん知らないんですよね。なので、で私もなんで今みたいになってきたかって考えた時に、一番大きかったのは本物の自衛官と出会ったっていうことですね。で私の育ってきた環境には周りに自衛官一切いなかったので、なんかこう評判とか世間的な空、なんだ風潮で自衛官を勝手に評価してたみたいなところがあったんですけど、一人にでも本物の自衛官に会ったら、なんかいかに適当なイメージ先行で自衛隊のことを思ってたかっていうのが分かって、かその直接触れ合う場も増やしたいですし、あと先ほどの矢野さんの話を伺ってても思ったんですけれども、その本物の自衛官がどう思ってるかで、実際にどういう問題があるかっていう言葉を伝える場があると、それでだいぶ国民のこの自衛力とか防衛力に対する知識っていうのは変わってくるんじゃないかなという思いもあって、この会をさせていただいてます。質問の中にどうやったら自衛隊に協力できるんですかって質問ありましたけど、この先森と歩む会っていうのはまさにここに入ってくれることが一番のね、励ますよりも一緒に歩むっていうのがいいんですよね。やっぱり国防は我々も同じ問題なんだというね捉え方をされてるので、まあ私東京都の合議会もいたんですけど、民間の人とまあ OB との接触があるんですけども、こっちの一歩進んでるなという感じしますね。ありがとうございます。毎月ね例会もさせていただいてまして、このチャンネルでもゲストにいらっしゃってる方もよくこうして来てくださってるんですけれども、年に1回は研修旅行を実施してまして、今年は長崎と佐世保に行ってきたんですね。でそれもすごく参加者たちの所見を読んでいてもアンケートを読んでいても好評でして、やっぱり現職の今働いている自衛官の皆さんのその勤務の様子というか訓練の様子を、チラッとでしかないにせよ拝見させていただき、こんなところでこんなものを食べながらこういう訓練してるんだっていうのを体感したっていうのは大きかったなって思います。で、産経新聞にも書かせていただきましたけれども、陸上自衛隊では水陸機動団の置かれている愛の浦駐屯地に行きまして、水陸両用車の AAV7 にも、陸上でだけですけども試乗させていただいて、あ、こんな閉鎖的なところで、こんなうるさくてガタガタするところで訓練していざという時に備えてるんだなっていうのを実感できただけでもすごい収穫でしたし、その後、矢野さんのご縁でですね、佐世保の地方総監部に行って、そこでもいろんな旧軍時代の地下壕も見せていただきましたし、でちょうど台風が接近している時で予定していた護衛艦の見学はできなかったんですけども、その代わりのメニューということで素晴らしいものを用意しておいてくださって、はい、ちょっと具体的にあまり言えないのが残念なんですが、そこで自衛官の皆さんから直接いろいろ伺ったことがとっても
とってもとっても良かったので、そういう場をいっぱい作っていきたいなって思いますね。あの天皇陛下が知る、知らせて知るということを知れば、その人たちに祈りたくなるというのは、あの自衛隊のことをそうやって知ることによって、自衛隊の人頑張ってくださいって気持ちになりますよね。だからその活動というのは非常にあの、まあ、あの戦うことは悪ですかというこの本のね、はい、テーマの中で、まあ、どうしたらその日本が一番先進国でもあの日本を守ろうという気概が薄いという言われている中で、やっぱりまず知ることからまあスタートするのがいいのかなと思いますけど、まあ、このなんていうか日本人 の、 そのなんていうか平和ボケ、あるいはもうアメリカにも任せればいいやというこのあなた任せ、これをこう解決するなんかいい手立てっていうのは もしあったら教えていただきたいですね。私もその特効薬があったら知りたいんですけれども私が言うのもなんですが、うん、何か勘違いしてるんじゃないかと思います、うん、はい、あの命が大事で降伏すれば命が助かると、うんうん、あのウクライナが始まった時にウクライナは負けるんだから、うん、さっさと降伏しろなんていう人がいっぱいいましたよね、うん、今のそんなことやってたら今のウクライナないわけですよ、うんうん、で降伏したら命が助かるのかというと、そんなことないわけですよ。そこは分かってないですよね。強制的に移住させられたり、うん、それから兵隊に取られるわけですよ、降伏した地域から。強制的ですよ、今度は。希望も運も聞かさず。それで、今まで あの自国軍と戦わされるわけですよ。現にウクライナで起こってるわけですよ。ですからですね、あの降伏したから、今までと同じ生活ができると思ったら大間違いで、国家の庇護がなくなった国民というのがどんな惨めなものか、どんなことをやらされるのか、それを味わったことがないからそんなことが言っておれるんだと私は思います。そうそう、あの戦争が始まった直後に橋本徹さんがね、それこそあのフジテレビの番組でプーチンだってあと 2,30 年したら死ぬんだから、それまで国外に逃げてその時を待てばいいって言ったの、私はもうずっこけそうになってそんなことしたら国はなくなるんだよ、で今矢野さんがおっしゃったようなことが起きるんだよっていうことになぜ思いが致せないのかなってことがすごく不思議ですが、でもそれが戦後の GHQ が狙った政策通りに日本人の脳みそがなっちゃってる証左でもあるのかなって思いましたよね。あの昨日の日一基地長の銅像の中でね、やっぱりあの人が8月15日以降のソ連の攻撃に対して、うん、あの決断をされた、これ大変な決断だと思うんですが、はい、やっぱり国を守るということによって結果北海道が文化祭内で平和に過ごせたというこの現実、私もっともっとそういう方のね、日本も知らせること、はい、あの銅像はそういう大きな役割をね、果たしてるんじゃないかなと思いますよね。本当そう思います、うん、でなんで平和ボケちゃったかっていうと、まあ、元はといえばあのウォーギルトインフォメーションプログラム、うんうん、日本人に戦争についての罪悪感を植え付けるための洗脳工作にやられちゃったからなんですけれども、そのやられちゃってるという事実を知るだけでも、あ、そっか、だったらこの今当たり前だと思ってることを疑わなくちゃいけないなっていうふうに思えると思うんですね、うん、で今私がちょっとあの力を入れて取り組んでいることが墨塗りの教科書を知るということで、教科書が墨塗られたという事実は皆さんご承知だと思うんですけど、じゃあその墨剥がしてみたら下に何が書いてあるのかっていうのを確かめた人はあんまりいないと思うんです。で実際私そういう作業をし始めて驚いたのは、小学校の低学年の教科書であっても、例えばあの兵隊さんとか軍とかあの戦うっていう字、戦争の戦っていう字は文字を消すこともあるし、あとそのお話自体を全部墨塗りにしちゃったりしているっていうのを目の当たりにして、あ、本当に GHQ は怖かったんだな、日本軍が、だから軍とか戦争の戦っていう字はもう意識からも消しされて骨抜きにしたかったんだなっていうのがよく見えてきたんですね。例えばそういうのも一つのツールにはなるんじゃないかなと思います。こういう教育が意図的になされたから今の日本人のマインドが作られてしまった、なんか戦争につながるような毅然とした態度を取ったりしたら、もうこれ戦争怖い怖い絶対悪だから絶対やっちゃいけない、だからこう見ないでおこう、ことなかれ主義で対応しておこうっていう風潮が醸成されちゃったと思うので、その背景を知るっていうのはすごく大事かなって思ってます、はい、実は私加瀬先生から頼まれたその樋口基地の銅像の話と合わせてですね、軍歌を歌い継ぐということでやれって言われてるんですよ ね、 で軍歌っていうのは日本の場合は本当に国民こぞってある意味で愛唱会のように皆さんが愛した歌なんですけど、
77年間戦争のない時代を過ごして、軍から知らない人がどん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 出てきて、本当にあの自衛隊が戦う時になって自衛隊の人を鼓舞したり、自衛隊の人と共にその感情を分かち合うっていうかね、そういう軍歌というものが自衛隊に必要なんじゃないかなと、あのね、あの音楽隊のいろんな演奏会もね、歩み会で行かれていますけど、あのそれも私非常にあの音楽隊の演奏っていうのは私素晴らしいなと思うんですけど、今一方なんかその戦争領域っていうか、とりあえずタブーなのかもしれませんけど、そこに入り込まないと自衛隊も本当の人から向けないのかなと思う気もするんですけどね。なるほど。実はそれに関連して、まあ、先日ね佐藤和夫さんも、うん、あの参加してくださった第一音楽隊の定期演奏会で、うんうん、私はちょっと劇的な一歩だなと思ったことがあったんですね。それは軍歌まではいかないかもしれないですけども、戦後長らく封印されていた海ゆかばを自衛隊の定期演奏会で自衛隊の音楽隊が演奏して、で女性自衛官ではありましたけれども、あの歌詞を歌った、海浮かば水浮かばね、山浮かば草むすかばね、大君のへにこそしなめ、帰り見は世人って、これあのね、戦前戦中は第二の国歌と言われるほどすごくあの国民が愛唱していた歌でしたし、その大君のへにこそしなめっていう歌詞が含まれているということもあって、やっぱり日本人の強さの源を表す歌でもあったと思うので、それで戦後 GHQ は意識的に消し去ったんですよね。で封印してしまって、それこそ教科書からも墨塗って消して、音楽の教科書からはなくなりましたけれども、国語の教科書にもそのもともと万葉集に書かれていた長歌の一部ですの でそれを消したんです。国語の教科書に載っていたのも消して、でその説明もその大友家とか佐伯家が天皇の近衛兵のような存在で代々天皇を守ってきた、その家に歌あの家訓として言立てとして受け継がれてきた言葉だったんですよね。でその説明も含めて国語の教科書から消し去ったってことを、その直前に自分で調べて分かったばっかりだったので、あ、この歌詞を自衛隊が歌ってくれたんだってことにまずすごく感動しましたし、であとですね、パンフレットの中に、その時の音楽会のパンフレットの中に海浮かばの説明が書いてあって、その説明の中に大東亜戦争っていう言葉が入ってたんですね。でこれも自衛隊では、まあ、ちょっと解除しては分かんないんですけれども、陸上自衛隊とか一般的に防衛省の出すものとかの中には太平洋戦争っていうふうに表記されているにもかかわらず、あ、ここで使ってくれたっていうのはちょっと感動しちゃって、しかもそれが安倍元首相の国葬の日だったんですよね。で国葬の日の夜にその歌を聴き、その文字を見たので、あ、これが本来安倍さんがやりたかった日本を取り戻す戦後レジームからの脱却ということだったんじゃないのと思って、まあ、すごい歯がゆいほど遅いですけれども、でも歯車はちょっとずつ回ってきてるのかな、いい方向になんていうふうに思いました。昨日あの樋口隆一さんと帰り一緒だったんですけどね、はい、その話ちょっとして、うん、あの軍艦マーチ、うんうん、あれは名曲だよって言うんですよですよね、うん、あれほどこう、ね、鼓舞する、まあ、あのクラシックがなかなか親しみにくいって言うけど、あれもクラシックの人の流れの中で、軍艦マーチっていうのは名曲だよって言われてね、ああそういう名曲があのもっともっと、まあ、パチンコ屋じゃなくてね、もっといや海上自衛隊はもう自宅祭りかまらずよね、音楽祭りでもあれがあったら一番やがりますもんね。それから自衛艦機も昔の軍艦機もそのままその海上自衛隊はそういう意味では、なんていうか陸はみんな悪いことしましたって言ってこうしてるけど、海上は伝統ね、引き継いでますもんね。そうですよね、まあ、そうかもしれないあの教育参考官とかすごいですもんね、はい、いや私あの桂木さんのような方がね、なかなかこれの大きな業種の自衛官自身がカバーするっていうのは難しいんですけど、一般の方で女性の方がこれについて話せるっていうのはものすごく効果があると思うんで、さっきも歩む会ぜひこれからも頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。あの非常にあの皆さんから貴重な話聞きました、ぜひあの視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。